関西外国語大学をお願いします。どうも、連日働きすぎて眠気が限界を迎えているセシミです。今日は関西外国語大学について解説します。キャッチコピーが Go for it 語学のその先へと、また全世界55カ国391大学と連携しており、海外留学数では全国トップを占めている大学となっています。過去には世界大学ランキング日本版で国際生部門全国7位にランクインしていました。外国語大学としては申し分ない実績を持っている大学です。今回の動画の流れといたしまして、最初に詳細情報を解説した上で後ほど評判について解説します。まずは詳細情報、目次はこんな感じ、いつも通りですね。一つ一つ見ていきましょう。一つ目、基本情報といたしまして、所在地大阪府となっています。設立年1966年と比較的昔からある大学ですね。学部はこんな感じです。こちらのちょうど一つ一つ見ていきましょう。学生数としては1万名を超えている非常に大規模な大学となっています。二つ目、学費について。学費は初年度の合計額がだいたい140万円ぐらいです。そして2年目以降はこちらの入学費25万円がかからなくなるので、だいたい115万円ぐらいになりますね。私立大学の平均学費年間114万円に比較すると相場よりも少し高いかなという印象ですね。学費についてもっと詳しく知りたい方はこちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。3つ目、偏差値について。偏差値は50前後となっています。偏差値ランキングでいうと全767大学中203位、私立589大学中73位と、私立大学の中だと上位 20%、 全体で見ても上位 30% に入っている大学なのでレベルは高い方ですね。外国語大学の中だと結構上位です。4つ目、有名人について。有名人は合計で48名います。やっぱりね、学生数が多いですし、設立してからの期間が長いので有名人は多いですね。プロ野球選手、政治家、代表取締役社長など幅広い業界で活躍しています。5つ目、就職実績について。就職実績として公開されているのは業種別就職割合と主な就職先です。全体の就職率でいうと 93.7% と非常に高い水準となっています。業種別就職割合についてはこんな感じで大学全体と、あとは学部学科ごとに公開されておりますので、こちらご覧いただければと思います。また主な就職先についてもこんな感じで業種別に一部抜粋が公開されています。就職実績について全体像を見たい方はこちらの URL からご覧いただければと思います。こちらの URL は先ほどと同様概要欄に載せておきます。就職実績全体を通して見た感想といたしましては、非常に就職には強いかなと思います。また関西ではね、結構名の通っている大学なので関西での就職には非常に強いですね。イメージとしてはカンカン同率と比較しても大差ないかなというところです。カンカン同率のカンをね、一個関西学院大学から関西外国語大学に変えても違和感ないんじゃないかなと思いますね。こういうこと言うと炎上しそうなので忘れてください。次に関西外国語大学の評判について解説します。目次はこんな感じです。一つ一つ見ていきましょう。一つ目、かなり田舎と。こちら周辺マップを載せています。まあ、田舎といえば田舎なんですけれども、言うて大阪なので栄えてるところに出ようと思えばすぐ出られるような立地ですね。二つ目、留学生が多いと。これに関してはね、もう言うまでもないかなとは思うんですけれども、関西外国語大学では毎年750名程度の留学生を受け入れているそうです。ですので単純計算すると全学生のうち約 20% が留学生と、これはね非常に多いですね。アメリカとかだと留学生比率が高いので留学生比率 25% の大学って結構あるんですけれども、日本の大学は留学生比率が非常に低いので 20% を超えている大学ってほとんどありません。というか 10% を超えている大学もほとんどないですね。3つ目、開放感のあるキャンパスと。こちらキャンパスマップを載せています。運動施設、セントラルガーデンと開けた場所が多いので開放感を感じられるキャンパスですね。はい、この動画では関西外国語大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は工学館大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。